マジ北斗、ちょっと一回やってみて。まずレベル1ラ正解。すげえ。正解。マジすごい。すごいよ。味噌正解。レベル違くない？カズ、カズ、いくぞ、カズ、うん、これ見てもわかんないもん。み正解。当てんなよ。ゲッツイキハタ。第370話、遠坂さんコラボ絶対音感ゲーム。僕たちが元気の後ろにアイドル、リアル、リアル、リアル、フェイス。そして遠坂めぐです。よろしくお願いします。ということで今日はコラボ。いや、めっちゃ久しぶりね。え、遠坂さんとコラボだから、うん、噂に聞くと絶対音感があるという。はいはいはい、はい。ちょっとさっきも遊んでたんだけど、うん、マジすごい。いや、ビビるくらいすごい、うん、絶対音感がある人生しか読んだことないよ、うんうん。まあ、踏切とかもドレミで聞こえるから。すげえ。ただ音としてしか聞こえない、うんうん。正直生まれてくる時に俺らおぎゃーって聞こえてるかもしれない。ソファー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 声とかで。あ、声は、あ、でも歌ってたりとかすれば、その人が今何のキーで歌ってるとかは分かる。原曲だから、歌手の人とかでもテレビ出てて、うん、あ、原曲と下げてるなとか、あ、2個下げたなとかは、調子悪いんだなとかはちょっと分かる。だから今後リアピももしなんかめっちゃ3個とか下げてたら体力持たないのかなとか。ポンポンポン。なんか遠坂さんがこうピアノで一個音をピンって鳴らしてもらうの、うん、それを当てるっていう。できる人に当ててもらうんじゃなくて、できないやつが当てるの。そうだよ、遠坂さんやってたら全部当たるんだから。それがすごいって動画じゃないよ。そうだよ、面白くない。前は YouTuber だなって。どこで当てたんだ。できる人ができることやって何が面白い。本当だ。っていう。間違えたらパイが飛んでくる。おだから遠坂パイ、遠坂パイ指導が入るのね。そう、そうダメだお前やつ。そう、パーンって入ってきて、当たるまで抜け出せないから。おお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 おということで、企画スタート。はい、ということで、はい、よやってまいりました。だめ、絶対音感ゲーム。まず、なおから任せな。オッケー。まあ、まあこれでわかるから、うんうん、普通に音楽できるやつがやってみてどのくらいのもんなのか成功させちゃうよ。じゃあ成功したらもう終わりだから。そう、ね、そうだよね。もう、うん、もういいんだよね、これ。そう、これだよ、これだよ。じゃあ、行ってみます。はい。そ正解。やったさ迷ってた。ほら、うんだよ、うんだよ、じゃあ、お前、二択だよ、これ。お前ら、味方じゃねえのかよ。一人だけ味方ねえよ、お前。すごいな。すごい。え、次誰よ。まあ、自信があるって言ってたじゃん。俺の言うなよ、これ当たるよ。ろよし、じゃあ行きます。み。パーでした。パーなの。俺もう一個どうだったんだよ。ドギナ。くそ。見せてやるよ。うわ、むず。おこれ抜け出せねえぞ。しっかりと人間の
限界を引き出せば不可能なんかねえんだよ。じゃあ行きます。おう。レ。それ本能が言ってる？レって。本能が言ってる。お前の本能が言ってますか？そうだよ。何が本能だよお前よ。ちなみにもう一個何なの？もう一個とか出てこなかった。ゲームしようかな。ラウンド1をゲームしようかな。これうまいな。おいこれ気をつけろ。なおよく言ったのかね、うん、ちゃんと実力ないの。そうやね。もう当てに行っちゃうよ。いいよ。そんなの簡単じゃないですか。これいけそう。どうどうどう、うん、正解。おお、これダメだな。これダメだよ。なんで逆にどうって分かってた。なんかどうにしか聞こえなかったね。これここも正解してるからダメだわ。ダメダメ。もう一回。じゃあいきます。チーンってしか聞こえない。今チーンってなったチーンってなったね、うん、だよね。出ないよねそんなことはね、うん。み。はいだね。何が分かったんだよ。はいだね。はいだね。チーンしか分かんねえ。チーンに引きずられてるみでしょ絶対。そう。音的に。ちなみに何で。何ですよこう。パ。惜しかったね。バカだな。バカだった。ず。あ、みバカ。一週目なんてこんなもんなんだよ。当たったけどな、どう？そのカットだよ、何？当たってない。カットとか言うなよ。カットとか言うなよ。いや、絶対当てる。まあ、コペ音楽やってたから、楽やってたから。確かにね。うん。はい。行きます。え？え、う、で、ど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 。本当に？どうです、どうです。どうかしてる。どうかしてたぜ。惜しいでも、しんか、うん、もうだってヤバくない？遠坂さん全部わかるんでしょ。どうそうでパへぇししかみ、そのしかみなんてある？どっちよ。み。何今のし？レ。レかよ、わからないよ。み好きだから絶対みはやめようと思って。ああ、逆に呼ばれてる。呼ばれてる。俺なんかみ多いの。あ、それ気づかなかった。呼ばれてるぞ。最悪だよ。全然わからない。わあ、俺これ一生抜け出せねえぞ。ねえこれ。今ので、うん、僕の頭の中立が終わったから、うん、勝率か、うん、もう完璧だ。じゃあ行きます。そっ。なんだよ。全然わかんない。やべえなこれ。今のいけると思った。やっぱすげえんだな。俺本当に何もわかんない。いや僕もかけるもわからんかった。遠坂さんはこれ見ててこいつらやばいなと思う。なんでわかんないんだろうって感じ。それが普通に、それがそうだね。できるのは普通だもんね、うん、そろそろ当ててくれよ。あ、ちょっと待ってください、はい、さっきまでの俺とは違うんで、うん、俺ミとファだったら絶対当てれます。だからミとファをください。どっちかを。お前それ。お前それ。守ってるぞ。見たくなったら見たくなったら見たくなったら。簡単になってるんだよ。じゃあいきます。はい。ん？これだ。み。人のこと信じすぎ。今のどうだよ。いや違う。あれ？おい違う。今ファだよファ。違う。死んだな。わかんねえよ。もうこれ普通に戦っても無理よ。そうだね。どうにか押させればいいんだよ。交渉やってくのね。いやもう心理戦だよ。ポンポンポーン。じゃあ行ってみます。えい。
よし。死とか多いから、死とかドとか多いから、うん、この世界を抜け出したい。わかる。わかる。めっちゃわかる。本当にそれ。俺もこの世界を抜け出したい。抜け出したいわ。ファかな。ファ、ファじゃない？確定？ファでしょ。はい、だね。海でした。それが海？全然わかんない。じゃあいきます。うん、うわ、遠坂さん今どんな気持ちで打ったピンってデートデートで始まった。やっぱこうパイをちょっと投げるのが楽しくなってきてるから、うん、やっぱ楽しくね、やりたいパイやりたいなって、うん、じゃあちょっと消去法行こういや何でもいいよ、当てれば本感じゃない。そう、本感じゃない。親身になっちゃった。俺でもそうでとか、ファとか、ソとか、なんか今までそんな出てきてないから、やんない気がする。ミとか、ドが、ちょっとトークに出てきたから、このミでやって、低い音でやった。どうなのかな？あえて、低い音でドしか聞こえないってとか、それでどうやって、俺はミとかシとか言って、低い音なのに、ミにしてるやん、みたいな。ドかミ。ドかミでしょ。おい、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、分かるか、分かるか、分かるか、どっか見せたよ、ちょっともう、優勢が、優勢が取れてる。何も言うのよ、初めてだよ。おい、これ、どっか見た気がする。どっか見なのよ。でも、見だったら、絶対この真ん中ら辺を落とす気がする。ってことは、低い音で、どう鳴らすことに意味がある気がするから、ドはい、とねー。おい、ガズやったー。何？正解なんだと思う。見？そう、ミかー！ミの方が強かったんだね、俺のトークでね。そう、ミで返すみたいなね、うん、いや別になんか言ってかっこよくねえから負けてんだから。え、でも途中まで解読できてたじゃん。できてたね。でも今もう使っちゃったよ。次もう無理だな。すごい気持ちいいね。今のは俺負けたからだった。どうだった。くそ、めっちゃ悔しそう。2択で負けたって感じ。ちょっと2択で負けたじゃなくて、これ絶対音感だよ。2択とかないで。アルカズム解読成功して、最後そこで負けた自分が。課長よ、お前自信ないな。いや違う、今ね、未来を見てるの。二重にあった遠坂さんの今動きを見てる。未来の遠坂さんの教えところね。課長、じゃあ何を欲しいし、簡単にしてほしい。鍵盤押す場所はお前未来見えるんでしょ。見える。その押したここ何の音ってあとで聞く。あ、なるほどね。オッケーオッケー。押すシーンは見えるんだもんね。見えるみたいな。ああ、いいよ。はい、いいよ。はいはいはい。ここは何の音？これそう。これそう。見えてねえじゃねえ。何がだよ。未来見えてねえじゃん。ちょっとね、未来が分岐したみたいだ。そうだ、なんか令和のメガネみたいな。令和のメガネも見えねえよ。今でも私ライン引いて、ここ何言ってたの、そうだったの、うん、なんかちょっと惜しかった、ね、じゃあこの辺が見えてたんだよ。お前の持ってる力すべて出してよ。お前当てるんだ。そう、任せろ。じゃあ、いきます。ちなみに、このドから、うん、ここまでの音で押してください。おーん。おい、ガチやった。おい、おい、ずるいぞ。おい、全部ガチやったよ。お前、それは、それね、テストでいうカンニング。まだ始まってない。そんなわかるの？まだ始まって、これ、これ、まだ前日の勉強みたいなもんだから。ここまでの間で遊べる。そうです。オッケーです。わかりました。あれで外したな、お前。私は思うねえ。カンニングさんに見せたから。大丈夫だ。俺がお前たちの希望も全て背負って俺が当ててやるから。よし。わかりました。じゃあ、はい、今言った中で。いきまーす。わかりました。レ。違う。いやでも、意地悪だけど意地悪しても、え？
さっきから一音違いなんだよね。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。結構惜しいんだ。あ、結構ずっと惜しいの。じゃあ自分が思ったやつと一音ずらせばいけるんじゃない。確かに。宮坂さん、かわいい。ありがとう。今日もかわいい。ありがとう。ドンしてくださいね。ドンね。やってみます。うん、やっと。やばい、このままるんだ。そっこーだ。だって、そんなんないよ。そんなんない。みかれとかで迷ってんだけど、さっきから1個間違えてるから、なんだろう、れかな、れ。いや、もうれしか思いつかない。れで、お願い。正解。やったー。イエーイ。すごい、あんた解読したね。うん、やった。そう、一個ずれがなんか正解してるって言ってたから、うん、動画欲しいって言ってたから一個ずらしたの、うん、お前ら、遠坂さんに可愛いって言えば楽になるおい、楽になるぞ。可愛いって言えば楽になるぞ。すごい楽になるぞ。じゃあ、遠坂さん、はい、最後、任そうとして。完全復帰。おー、始まってるぜ。オッケー、じゃあ勝ちに行くわ。俺が傷つくぐらいの勝ち。今日ずっと泣いちゃうかも。相当だね。わーだね。よし、じゃあいくよ。うん、俺はミだと思うんだよな。ミで勝ったらだって完全敗北だもんって普通に思っちゃうから。ミがあんだけ出てきてトークで俺の5回中とかこんだけやってほぼミ、ミの話しかしてないから。これでミでやってミ勝ったら勝ちだ。どれがミって言うみたいなって思ってると思うんだよな。ミって言うと思うと思うんだよな。押せるかそれで。でも上坂さんが完全に勝ちに来るってことはミ押したのかな。ミ見って言うと思ったよね。うん。ちゃんと勝ちに来たね。ちゃんと勝ちに来た。完全敗北や。だって見って言うしか道がないもん。それ以外ないもん。だって俺完全敗北だわ。今日一日泣くね。これはね悔しい。いやめっちゃ悔しいよ。ちゃんと解読できてるからちゃんと負けてる感じ。もうすぐ鳴らしてます。あ、そうですね。うん。あ、じゃあ僕がセリフ言うからそれが終わったらティーナ。俺の先祖セロジブンラッ。お、すごい。これはやっとってる。これ今出してくるんだ。すごい。これやると100発100中だろ。これすると直感がめっちゃ良くなる。ティーナが大事で、やばい。先祖の力。お前もそれでいけば勝てるよ。おー、よし。タイミングが大事なんで、俺がセリフ言ったらすぐください。はい、行きました。いきます。俺の先祖、俺の自分。そう。ダメ。